はい、皆さんおはようございます。 X ヨッシーです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。はい、この頃はね、皆さん、イチジクのファンの方ね、かなり多くてちょっとびっくりしてまして、で、まあ、せっかくですからね、一緒にね、いろんなことを考えましょうということのシリーズやらせていただいたらね、反応いただきましてありがとうございます。で、続きまして、いろいろなことをね、海外の皆さんの、イチジクのファンの方と、更新してまして、で、情報を取ってるんですよ。はい。まあ、日本のね、皆さんは、日本の中で限られた情報で、ね、評価せざるを得ないですが、世界の方は、かなりいろんな、種類もあれば、それから情報もありますんでね。ですから、それは、その方をね、やっぱり参考にするのもいいかなと思いまして、やってるわけなんです。はい。で、まずね、LSU1、今日のまあテーマの一つなんですけど、LSU1 軸はなぜ取り扱いされないんですかって、まあ、大手なところに聞いたんですよ。まあ、あれもこれもね、聞きまくるのはあれですからね。まあ、参考までに、まあ、いろんな、バラエティ飛んで、本店とか他に支店もあるところなのかな。大きな、販売店さんです。統計者の種類もね、結構珍しいものをね、たくさん売ってらっしゃって、まあ、在庫の品切れ多かったですけどね。そのところにね、まあ、そういうしっかりしたところだからと思って聞いてたんです。そうするとね、回答をくださいました。まあ、シンプルに答え、まあ、私だけの質問でなくて他の人もね、質問答えへんかっていかんからね、またまた、扱えないものを聞くなというぐらいに思ってるんかわからないですけどね。まあ、一応定型文でね、問い合わせさせてもらって、まあ、簡単にお答えいただいたんですけどね。LSU1 軸はね、取り扱い予定はないですと。そういう返事でございました。はい。それと、なぜそうなんかっていうのは、ま、聞いたらですね、生産者さんが生産を行っていないと。つまり、苗木さんが、まあ、作らないからね、自分のところは、ま、代行だから、まあ、その内容はね、得られないんだと。そういう言い方ですから。まあ、全体的にはいろんな事情があってね、やる気はないって言ったら失礼だけども、ないんだと思いますよ。ですから、そういうものはね、マニア同士でね、ホギを買っての、高いお金でね、オークションで入手したらっていうのは感じるんでしょうね。まあ、そこに書いてないですけどね、書いてないですけどね。です。それからもう一手のところは、残念ながらノーアンサーで、大阪の南部にある、ね、拠点を置くね、でっかいところで、派手な広告で有名なところ。まあ、派手な広告で有名なところだけにあってですね、いろんな質問あるんでしょうね。だから今、私のようなこの質問をしてもですね、今、そんなややこしい質問してくるなと。うん。まあ、うちがもう、売ってるもんね、買っとけいいんじゃ、ぐらいに思って、なんかわからないね。まあ、それも、まあ、どうかと思うけどな、と、個人的に思うんですよね。まあ、それはまあ、そういうスタンスですから、もう、そういうことですか、ということにしておきましょうか。はい。はい、まあ、日本のその苗木屋さんはいろんなそういう事情でしたね。まあ、いろんな事情から、こう、流通できないでしょうね、ということなんで、では、日本で今流通しているものの中でですね、LSU とか、それから入手の難しいダルマティとか、それからスミスとかね、オリンピア、ハーディシカゴ、そういうものの他にですね、まあ日本の中で売ってるものの中で、だったら、それを売っちゃったら LSU とかその難しい入手が難しいものをの他にですね、あるんだから、その中からね、あなたが選ぶとしたら、どれを選んでいただけるでしょうかって、そういう質問したんですよ。外国の皆さんに。まあ、それはもう外国の皆さんでね、アメリカもあればヨーロッパの方もやっぱりいらっしゃると思うんですけどね。で、まあ、ここにね、リストをね、ずっとね、こう、名前書いたんですよ。はい。結構たくさんあったんで、まあ、それはあったんですけどね、そうやって、書いておきまして、聞いてみたんですね。はい。そうすると、10件以上の、回答をしてくださいまして、メンバーの方が。まあ、いろいろね、ありました。その中でね、一番ね、複数にわたって、これは日本の苗木屋さんに対して、
物申すという感じで、ね、まあ結構ちょっとそれは不満に思って、中にはちょっと怒ってられる方いたんですよ。っていうのは、この名前ですね、中でね、は日本で勝手につけた名前があるだろうっていうわけですよ。で、まあ日本はうるたいから、とかややこしい。例えばロングドートなんでね、ロングドートって、ね、バナーネのことですね。これを、ここロングドートでややこしいからバナーネにしたとかね、それからバナナクイーンとか、どこだったですかね、バンシューバナナとかつけて売ってるとかであって、まあ、そういうのもあるんで、そういうことはね、やめにしてほしいって言って、話を複雑にするって。だからこういうふうに変えてって、当然にこう、私はアルモートで買って変えてでもね、こういう品種見たことないよって、これって勝手につけた名前だろうって言ってね、思ってるわけですよ。でさ、そこはね、まあ、あれですよね、例えば、ドリーミースイートなんとかいうな、名前なんか、イスラエルって言っても、イスラエルでもこれ分かってんのかな？これなんかもね、あれですよ。ドリーミースイート、イスラエルの、これ、ハテナなんですよ。バナーネにたくさんありましてね。ロードスなんていうのもね、分からないって言ってましたね。とか、フランスの名前付けてるやつね、グッデドールとグッドールなんかも、これもね、はてななんて言ってて、よく分かってるマニアの方ですよっていうことあって、だからそれはちょっとあれなんですね。はい。はい。で、回答の中ですね、まあその回答も別にフリートークの回答ですから、アンケートをね、きっちり取ったわけでもないんです。フリートークのですんでね。ですからまあ他のご意見もありまして、まあ50の人は50のその、回答を寄せてくるだろうし、また栽培地の特性が違うから、だからそれはちょっと答えにくいかわからないねっていうような方もいらっしゃったりとかしてね、そういうこともありましたし、その品種の名前を日本で勝手につけるなって怒っておられる方もいたし、まあその中でね、一番、これ一軸の天才さんかな、だったかなと思うんですけどね、まあ誠実にまあ、名前はあるけど、私は思うにはこれですよっていうのを書いてくれてましたね。ステインですね。で、7つあるんか、7つ挙げてくださったんですね。で、そのうちの一つがね、ロンドル・ボルドーですね。これはまあ、一本でまあ、ちゃんとシーズンは開始で終了してて、コレクションには欠かせないですよって言ってますね。から、ノルドランド。ノルドランドってちょっと味が酸味があってっていうような感じだったと思うんですけども、これはね、早く成熟する、早く早生なんでしょうね。大きな、実がつく、信頼できる品種というのを言ってます。それから、ビオレドボルト、ネグローネ、ネグローヌかな、ヌかネかな。これは古い品種でやってる。で、ミッションっていうその種類の代表的なベリー味だと、イチゴの味が非常に最も強い味ですから、これはおすすめですよって言って、っていうのを言ってね。ノアールテカロンとかね、サルタンの品種をしても、それらの品種は正確で入手で保証はないって言ってるから、それはこっちの方がいいんじゃないかとかね、言ってますね。それから、まあ、日本では難しいんですけど、ダルマティとかステラ、サンピエトロ。これは、ヨーロッパでは代表的な品種で、10本抜きを持ってるって言ってます。だから、まあ、実が多くても、美味しい、頼もしい品種ですって言ってますね。それからね、日本でもね、見つけたんですけどね、ホワイトマルセイユってやつですね。これは蜂蜜タイプの代表格で早く結露する、早生の品種。ただし、湿度の多いお住まいの方は、耐湿性の高い角田に変換することをお勧めしますと言ってます。だから角田のような味なんでしょうね、ホワイトマルセイユ。ですから奈良とか、まあ、西日本なんかの湿度の高いところ、むしろ暑いところは、角田に変換すること、交換することをお勧めします。うちはまあ、その角田なんですよ。だから、ホワイトマルセイユは、まあ、欲しかった欲しで買っていいんでしょうけども、なければですね、角田でね、いいですよっていうことを言ってます。はい。これはね、すごくね、あれですね、親切なね、言い方をしてくださってます。から、アドリア海のイチジクを誰かに勧めてもらってたらどうですか？これはGoogle の翻訳なんでね、このまま見てますからね。ですから、ちょっと、日本語的におかしいところあるかはわかりません。ですけど、まあ、アドリア海のイチジクをちょっと
選んでもらったらどうでしょうか。で、最後に日本でも有名なのは、秒で剃るやつですね。これは、こう、あげておられます。やっぱ美味しいんかなって、共通に美味しいんでしょうね。うん、ですけど、欠点があるって書いて言うてますね。一つ目は非常に成長遅い。で、秋が長く暖かい地域で成長してるから、だから寒いところではなりにくいですよ。で、弾力性がなくてね、水分がたくさんあると、身が裂けちゃうって、それを言ってますね。これはまあ、ビオレソレスについてはなかなか、実らないっていう声もあったりとか、結構、だから成長遅くて、なんて言うんですか、実がつきにくいかわかりませんね。それはちょっといろいろ他のところからの情報をいただいてますけども、まあ、大きく気がならないと、じっくり育てないと、そういう実にならないっていうのかわかりませんね。まあ、だいたいこんな風にことを言ってくださってます。こちらの方はね。まあ、こちらの方はですね、ビオレソレス良かったなって言ってますね。ですけど、ブラウンターキーは信頼できる、ものとして、自分の地域ではね、これはカリフォルニアの方ですね、だったと思うんですけども、シュガーイチジクの味はね、あんまり好きではない。甘いやつはあんま、自分は好きじゃないんですよって。できればだから、いろんなイチジクの味わいのカテゴリーを調べて、魅力的だと思う、自分が魅力的だものと思うを選んだらいいんじゃない。例えば、砂糖とか、砂糖味とか、蜂蜜味とかね、イチジク味っていうのは、こう、私はまあ言いましたように、こう、クラス分けをして、その中でね、好きなものを選んで、入手しやすいものを選んだらいいんじゃないですかって。まあ、これは、私の方のね、意見の同じような感じで。ただし、好ましい、形とか、こう、目がこう、開いたり閉じたりしてるでしょ。それから生育条件をよく考えて選んだ方がいいというふうにおっしゃってます。この方はですね、ブリジャッツグリス。ブリジャッツグリスですね。それから、セレストシュガー、または、ブルー、セレストブルー、セレストパステル。それから、ビオレソリエスね。ビオレソリエスの場合、評価も高いんですね、これね。まあ、栽培難しいとは思うんですけども、ってね、この人は言ってないですけど、ね、私らも考えて言ってるわけですけどね。うん。で、まあ、天候とか成長のシーズンとかね、地域でやはり調整して考えた方がいいですよと、この人はそれはおっしゃってますね。まあ、ここでみんな、セレストは結構皆さん、人気あるんですよ。で、LSU のイチジクの片親なんですね、セレスト、ほとんど。そのセレストのいいところを引き継いで、例えば実を大きくして改良するですとか、それから、栽培地に合わせて、例えば、雨の多い地域とか、蒸し暑いところにも、うまく実るようにということで、LSU の方は開発されてるわけなんですよ。味についてはですからね、セレストと同じような感じなんだと思いますよ。LSU のタイガーって、この前お聞きしました。皆さん LSU のタイガーがいい、タイガーがいいって言ってね、タイガーそういうふうに、下手なシャレですね。言ってたと思いますけども、で、そのタイガーそのものは、セレストを大きくしたような、という話なんですよ。だから味合いはまあセレストみたいなね。セレストの、身は小さいですけども、それが大きくなって、たっぷり味わえるからいい、ってなぐらいかな。ですから、タイガーが手に入らない方はですね、セレストで十分かもわからないですね。はい。こちらの方はですね、自分の個人的なね、体験からしてみたら、したのでしょう。それバナーネですね、それからサルタン、から、パステレイレ、から、ロンドレボルドー。この4種は非常に硬い品種で、硬いっていうのはしっかりした品種で、それがで、リピュータブル、だから賞賛に値する一軸ですと、そういうふうにおっしゃってますね。はい、このようにちょっとまとめ上げました。1から、そうですね、3位ぐらいまでは、こう、デボルドーって、ボルドーで、ビオレソリエスでしょ？ビオレデソリエスとか、ロンデボルドーとか、ルージュデボルドーとかって、フランスの系の名前のね、イチジクが多くてですね。
味わいがちょっとベリー系、いちご味のような、ねっとりとしたようなところがね、いいというふうにされて好きな方が多いようだったですよ。1位はロンドボルドで、で、2位はまあ日本でもよく売られてます、ビオレソリエスですね。それからのパステリエ、ルージュボルドが別名のやつで、これたくさんできるということだと、ブドウのような味がするというような感じ。この辺がね、買ったらいいかなというふうに、リコメンデーション、おすすめをね、してくださってます。まあ、あとはそうですね、4番、5番とバナーネセレストなんかは、これうちもね、ありまして、バナーネもねっとりと甘くて、まあ、ほどほどによくできるという。で、ホームセンターでも入手しやすいというようなところがいいかなと思いますね。で、セレストは、これはLSU 一軸のこの親です。が多いですね。で、入手しやすいんです。6から10位までの、一軸につきます。これは結構好み分かれてまして、サルタンとかね、ホワイトマルセイユ、ブリチャットグリスとか、ノルドランド、グリッセンジーンとかね、この辺がですね、占めてますよね。まあ、これもね、6から10までは、ネット販売でこう、探したら出てきますから、どうしてもね、買えなかったら、まあ、こっちの方をね、買った方がいいかなっていうような気もしないでもないです。特にまあ、ノルドランドなんかでしたら耐寒性がありまして、かつまあ、ちょっと酸味があって、風味がいいというようなね、こともやっぱ言ってますから、それもしかしたらいいかわかりません。特に東北地方とかね、その辺でイチジクを栽培したいというような方は、こうノルドランドなんかね、選んだら方がね、いいと思う、と思いますよ。マイナス10度ぐらいまで OK だって言ってますから、かなり体感性ありますよね。はい。まあ、変わったところで、グリッセンドジーンなんかは、なんか味がですね、食べたことないか僕も知らないんですけども、なんかライチとメープルの、メープルシロップのなんか濃度があるっていうようなことで、書かれてます。ただし、気が大きくならないと、放散的にはならないんで、そうにはですね、実りには時間かかると。そんなような感じでございました。まあ、あとはブラックスキアとかフランダースとかグリーンスキアのノアールドカロン、ドカロンですね。まあ、これも美味しいという意見もね、散見されました。はい。以上でございます。ご参考になれば幸いです。はい。今日もね、たくさんの方にご覧いただきまして、誠にありがとうございました。今日はこの辺で失礼いたします。また皆さんとね、このチャンネルでお会いいたしましょう。まだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。では、ごきげんよう。さようなら。